今日は2018年1月31日ということで、皆既月食が見れる日だったんですけども、皆さんご覧になりました？僕はですね、家のベランダから観察してたんですけども、今日はですね、名古屋市内、夜は、曇りの予報で、皆既月食ね、見ることできないかなっていうふうに思ってたんですけど、ちょうど、その皆既月食になる前後の時間がですね、雲が晴れてくれて、はっきりと、その皆既月食を観察することができました。で、今日の皆既月食はですね、一応日本全国で見ることができるということで、あちこちでそのね、皆既月食を見るためのイベントが開催されたみたいなんですけども、他の地域のね、天気がどうだったのかっていうのは、明日のニュースを見ればね、わかるかなというふうに思うんですけども、でその皆既月食っていうのはですね、月が地球の影に隠れて見えなくなる現象ということで、位置関係で言うと、太陽と月、の間にちょうど地球が入り込んで、その地球の影で月がね、隠れちゃうっていう現象なんですね。だから満月の日に起きるわけなんですけども、で前回皆既月食を見ることができたのは、2015年の4月ということで、約3年ぶりの皆既月食なんですけども、でも今日の皆既月食はですね、とっても珍しい皆既月食ということで、何でもですね、月にまつわる3つの現象が、重なった日なんだそうですね。で、その3つは何なのかっていうと、まず1つは皆既月食なんですけども、もう1つは、月がですね、普段よりも大きく見えるスーパームーンって言って、月って、地球のですね、38万キロぐらいの、距離のところを回ってるんですけども、円軌道じゃなくて、楕円軌道で、近づいたり離れたりってするそうなんですね。で、一番近い時は35万キロぐらいで、離れてる時は40万キロぐらいっていう感じで、平均すると38万キロなんだそうですけども、で、今日の、月はですね、だいたい36万キロぐらいの距離にあるということで、普段より大きく見える、そのスーパームーンっていう日なんだそうですね。で、もう一つは、ブルームーンって言って、それは、青く見るとかそういう意味じゃないんですけど、1ヶ月の間に2回満月が、見れるということで、1月はですね、今日31日と、あともう1日、2日の日にもですね、満月が見れたということで、その1ヶ月に2回満月になる日ということでね、ブルームーン。でその、スーパームーンとブルームーンと、あと皆既月食。皆既月食は全く月が見えなくなっちゃうわけじゃなくて、赤くぼんやり光って見えるんですよ。だからブラッドムーンって呼ばれてるそうなんですね。でちなみにその赤く見える理由っていうのは地球の影でね、月は隠れちゃうんですけども、その地球の大気によって太陽の光がちょっと屈折されて、でその屈折された光がですね、赤い光となって月に反射して、見えるということで月がね、赤っぽくなるんですね。だからブラッドムーンと呼ばれてるらしいんですけども、ということで一応今日のですね、皆既月食は、別名をですね、スーパーブルーブラッドムーンっていうなんかすごい長い名前なんですけども、そういう、とっても珍しい皆既月食だったんだそうです。でそのですね、スーパーブルーブラッドムーンが、見れたのはですね、一応日本では、前回は36年前ということで、本当は珍しい現象なんだそうですね。でちなみに、日本ではですね、日付の関係で36年前だったんですけども、アメリカだとちょっとね、日本とまた日付が変わっちゃうということで、前回、その、スーパーブルーブラッドムーンが見れたのは、なんと150年前なんだそうです。確率で言うと、200何十年に1回とかね、そういう確率でしか見れない、その皆既月食だそうで、次にですね、日本でそのスーパーブルーブラッドムーンが見れるのは、果たしていつになるのやら。っていう感じで、もしかしたら僕がね、生きてる間には見ることはできないかもしれないので、だから今日ですね、スーパーブルーブラッドムーンが見れたっていうのは、ある意味すごいラッキーなことだったんじゃないかなということで、一応、ビデオカメラに、その皆既月食になる瞬間を収めてみました。ということでね、この動画の最後に、その、月がね、隠れていく様子を流して終わろうかなというふうに思うんですけれども、一応、普通に撮るとね、ただの光にしか見えないので、一応、拡大して撮ってみたんですけど、でもね、月ってこう、移動するじゃないですか。だから、この、画面の中で、最初下にあるんですけど、だんだん上に上がっていくみたいな感じで、で、また上に来たら下に戻してみたいな感じで、ちょっとアングルを変えながら撮ったもんですから、落ち着かない、映像になっちゃうかもしれないんですけども、時間で言うと、9時40分から、
皆既月食が始まる9時50分をちょっと過ぎたぐらいまで撮影しましたので、その映像ですね、ギュッと短縮して、まあ、早送りで、お届けしたいと思います。で、一応ですね、その後に、写真でもね、撮ろうと思ったんですけど、まあ、10時半ぐらいに覗いたらですね、もう一面、雲がかかっていて、全く月を見ることができなかったので、まあ、本当ね、一瞬晴れた間だけ撮影できたということで、まあ、ラッキーだったかなというふうに思うんですけども、もしかすると、もう一生見ることができないかもしれない、スーパーブルーブラッドムーンですね。ぜひ最後にご覧いただければと思います。ご覧いただき、ありがとうございました。隠れちゃった、ね、完全に隠れてる。あ、本当だ、かわいい。これが月食パパ。皆既月食。なんで月食になっちゃう。地球の影で隠れちゃった。でもすごい、ね。